ご飯。よいしょ、待ってな。待て、待つのだ。お座り。お座りよ。はい、お座り。おって。おかわり。よし、伏せ。お座り。グータッチ。よし。冷蔵庫で冷やしときます。これ100均で買ったやつ、優れものです。よし、冷蔵庫に入れていきます。で、私は草刈りに行きます。乾燥させます。
コロケ、シミだらけ。自撮りするなら化粧ぐらいしたらいいのにねと思うんですけど、ね、そこまで元気がないんです。頭もボサボサ。横浜行く前に散髪してこようかな。1200円カット。で、今日ねカモミール取ってきました。我が家のカモミール。さっきね。花びらだけ、花びらとつぼみが入ってます。これはね、乾燥させようと思います。レンジで、なんかすごいリンゴの香りがします。いい香り。これはさっき作ったカモミールウォーター。ほんのりいい香りがします。では乾杯。いい香りね。なかなか美味しいナチュラルなお水でございます。いつも、ご視聴ありがとうございます。ゆっくりとねコメントも返していこうと思ってます。いただきます。めいちゃん、めいちゃん、かわいい、かわいい、かわいいね、めいちゃん。1年ぐらい持つかな。1年も経たずに使ってしまうと思います。炭酸水に入れても美味しいんですよね。あとお紅茶とか ね、濃いめのミルクティーを作って、それに香りつけとして使っても美味しいです。リッチな気分になります。先日ね、イタリアンパセリを収穫して乾燥させました。
まだねどんどんこれから育っていくので随時乾燥させて作っていきます。これもね1年ぐらい持ちます。とりあえずハーブのある暮らしです。茶の晩ご飯は、お好み焼き定食、キムチ、ご飯味噌汁、一緒。久々のお好み焼き、お好み焼き焼きながらワイン飲んでました。
父ちゃん3枚も食べましたいいんですけどね、私もいただきます。で、この動画が配信される頃には横浜で孫盛りしてます。うん、おいしい。うん、早いもんでもうすぐ3歳です。早いね、あっという間や。まさかね、孫が生まれるとは思ってませんでしたが、人生何があるか分かりません。ちょっと今回はね、長いんですよね。娘がね、ヨーロッパに出張なんですねえ、うん、稼げる時に稼いでもらいましょう、うん、私も子育ての頃助けてもらって、私も娘の生活を手助けしようと思います。ちょっとお父ちゃんね、かわいそうですけど、まあ、でも羽伸ばして好きなもん食べると思います一人暮らしも長かったから自炊は得意みたいなんで、で掃除は私より上手では、ね、次の動画どんな風になるかわからないんですけど、考えたいと思いますでは、横浜に行ってきます。あ、もう今頃この動画が配信される頃には横浜に着いてます。では、どなた様もお疲れ様でした、明日からも一緒に頑張りましょう。行ってらっしゃい。私も3枚ぐらい食べそうです